ちょっと忙しい日でございまして、移動みたいな、ね、その移動が続くと、ちょっとタクシーを使わせていただいたんですね。でその乗ったタクシーの運転手のおじいちゃん、70いくつって言ってたかな、おじいちゃんとめっちゃ話し寄ってから、ラレンめっちゃタクシーとかで喋りかけるタイプやけんが、いやちょっと今後はね身バレのためにこの癖を直そうと思っとっちゃけど、でまあいろいろ喋っとったわけよ、その運転手のおじいさんと。ベラ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 、たわいもないことであるとか、もうすぐ着くよみたいになった時に、運転手さんから衝撃の一言を言われたっちゃね。ペコちゃんに似てるね。運転手さん、70歳ぐらいのおじいちゃん、ペコちゃんに似てるね。やばい、あやばいと思いまして、ちょっと私は存じ上げないんですけれども、わかんないっすねみたいな、ちょっとなんですかその ペコちゃんというのはって聞いたら、運転手さんが、お菓子屋さんのっつって、そっちのペコちゃんかーいって、本日ありましたね。もう本当に今日の話でございます。